カメラ興味ある？はい、よしよし。かおりちゃん、なんか楽しくなってきてるでしょ。怒ってどうする？ほらほら、どうするの？はい、どうぞ。ご飯だよ、できたな。はい、あげる。あ、落ちちゃった。ほら、おいしいでしょ、うん、ね。はい、マリちゃん、いで、おいでよ。はい、おいで。ここだよ、今のが入ってるよ。おいしいよ。はい、ほらほら、入ってるよ。はい、はい、かおり、ここここ、かおり、かおり、ここここ、かおり、あった、あ、おいしそうな匂いがするね、ここだよ。はい、アンディしてきて、どうぞ。うん、そうなの。うん、そうだね。うん、どうぞ。ずいぶん優遇されてるね。さっきのがいいの？うん。おいちゃんくん。あんずちゃんのトッピングのおまけを。
残したやつをどうぞ。あら、いりませんか？特に。あ、食べる。うん、食べてね、ここ食べよ。はい、我が家の猫集会だったんですけど、ポンちゃんどいちゃったね。ポンちゃん、ポンちゃん、今日の議題を今話し合ってたんだよ。ジャン君、どうやらあそこの扉は開かないみたいだよ、ね、っていうのかな。うん、私が問題、ポンズちゃん、ポンズちゃん、ポンズちゃん、なかなか追いかけるのが大変なんだよ。はい。はい、かおりんさん。はい、かおりん。かおりんちゃんはだいぶこのエビ天でのなでなでに慣れてきました。少しこれでもなでられてる感じ出てるのかな。かおりちゃん、今ケージの扉を開けて直接エビ天撫でをしています。ここから少しずつ距離を詰められれば仲良しへの道。ケージの外からアンズちゃんがちょっかいを出し始めて、少しずつね、はい、カオリン、怒ってるにゃ、カオリン、なんで怒ってるにゃ、分からなくていいにゃんよ、さっきまでなでなでされてたじゃない。はい、カオリン、カオリン、バイバイ。
お腹が空いて腹が立つ。はい。おいしいね、チュールだよ。美味しかったね。ここあるよ、ここ。はい、どうぞ。はい。はい、はい、はい。美味しい、美味しい、美味しい。美味しいね。はい、どうぞ。下にあるよ。これがね、棒。おもちゃの棒で。どうぞ。下に降りたいで。あるよ。どうぞ。あ、開いたよ。どうぞ。ポンズちゃんはいろんなとこでご飯が食べられていいね。さあ、なんか立て直していかなきゃいけない。もっとたくさんなでなでしないとダメだね。